トスミッドフィルダー小野雄二、新潟へ完全移籍。アルビレックス新潟は8日、サガン鳥栖から MF 小野雄二を完全移籍で獲得したと発表した。小野は2022シーズンから鳥栖でプレーし、今季は J1 で28試合9得点を記録した。アルビレックス新潟のファン、サポーターの皆さん、はじめまして、小野雄二です。素晴らしい選手、スタッフ、ファン、サポーター、あの最高のスタジアムで一緒に戦えることを楽しみにしています。小野雄二選手、ようこそアルビレックス新潟へ。共に勝利を目指し、タイトルを狙いに行きましょう。こうより全然良い選手じゃないですか。懐かしさんの手腕によってはボランチ起用もありえるから、こうより確実に上ですよ。もしかするとオリンピック後に水戸が抜けることを予想しての補強なのか。トスに骨を埋める覚悟で帰ってきてくれたと思っていたからびっくりしたし、残念だな。河合の見せるサッカースタイルには合わなかったらしい。トスはお金がないから毎年生き抜かれてばかりですか。それでも J1 に残留し続けてるのはすごい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。